はいどうもこんにちは、ざまと申します。天真爛漫実況続きやっていきましょう。ということで、いや前回ね、まあ新キャラが3人ほど出てきましたけど、いやみんななんかキャラが濃いというか癖が強いね、マジすごいよねマジでね。いやまあそんなね、まあ、男子友達枠、まあ、2人とあとはまあ生徒会長の常盤さんが出てきたんですけれども、まあ後々ね、まあ、ストーリーに関わってくるんでしょうけども、いやなんかみんな癖強いからどういう感じに関わってくるのかね、ちょっと楽しみですよね。はい、ということでじゃあ続き見ていきましょう。昼食なあハルキ、お姫さんがもう一気に来ると。昼休みに入り弁当を広げようとしていた俺の目の前に宇野花が立つ。なんだ、どうかしたのか。うん、実はな、神とはいえ体がある以上は腹が空くのでな、どこに行けば食べ物が売ってあるのか教えてくれんか。なるほど。え、お金とか持ってんの。てか教えるのはいいけど、お前お金を持ってるのか。心配するな、策はやめろやめろその手段だけはやめてくれ金は払わねえけどちょっと改ざんするみたいな策。なんか嫌な予感。こうして扇をぐるぐると回してダメ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 やめんか。やはり五円玉の方が良いか、ね、五円玉って安すぎない。それ犯罪行為をやめろと言ってるんだ。冗談じゃよ、わらわとて人間社会における金の流通に関しては熟知しておる。ああそんなことはせぬよかったけど。ああ大丈夫なの、お金持ってるんだったらまあいいけどな。だったらいいけど。というわけで神に奉る金銭としてお賽銭を何その新しいパターンその金のねだり方が新しすぎるんだけどちょっと賽銭よこせっつよこせっつその賽銭使って わしは昼飯を買うがのみたいなお前は素直に昼食昼飯代をくれと言えないのか。ポケットから小銭入れを取り出し、机の上に中身を取り出すこれさ、この様子をさみんな見てるんだろうけど、これ不思議に思わないのかな。まあてかもう洗脳済みなのか。10円玉が3枚に1円玉が5枮、そして100円玉が2枚、それが俺の財布の中身だった。てか財布とか大丈夫なの最低限のあのものだけをさこう持っとかないとダメなんじゃないの。もうカバンとかにさしっかりこうぶち込んどいて。しけとるなぁ主何この目何この目なんかもうすごいな、なんつうのかな、あの呆れ顔というよりはなんかさ、なんか勉強しすぎてさあのやつれちゃった人の顔みたいな感じになってる大丈夫これうるさいな、仕方ないだろ、財布落とすからってサナが持たしてくれないんだよ。1日200円の小遣いに文句あるのか。お主まるで小学生みたいじゃな。だからうるさいって。そんなの自分だって分かってるけど仕方ないだろまあな、まあなくしちゃうもんはなくしちゃうんだろうからな、まあ落としちゃうというか、実際に大金を持ったら落とす可能性が高いんだから。しかしそれはそれとして、宇野花の昼食はん、え昼飯は本当に忘れてた。しょうがないか。ほら机に広げていた弁当を宇野花の方に押しやる。別に俺はそこまで腹減ってないし食べてもいいぞ。いやしかしそれではお主の分が。そんなに腹は減ってないって言っただろ、パンでも買えばなんとかなる、だからやるよ。嬉しい、その気持ちだけで胸がいっぱいになって、うん、ご飯が喉を通らなくなり。突然どうしたね姫さん、突然どうしたのね。なら返せ。男が一度言ったことを簡単に覆すでない。これはお主の気持ちと一緒にありがたく食べさせてもらおうか。うん、宇野花は笑みを浮かべて俺の弁当を受け取って、ああ俺の昼飯がそっか、まあ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 とりあえずね、うん、もう頑張るしかねえよあれなんか二人って仲いいね、今日会ったばかりとは思えないぐらい。まあそうなりますよねまあそうなりますよねおかしいもんな、なんかいきなりこんなやり取りしだしてな。もしかして元から知り合い。なんだよ二人とも。
いや、宇野花さんと一緒にご飯を食べようかと思って。やっぱり一人で食べるのは寂しいもんね。あ、僕は徳佐ほのかね、よろしく。徳佐ね、そうそうそう、もうなんかもうたまに忘れそうになるわ。私は山吹葵、葵って呼んでくれていいよ。はい、私は宇野花姫です。気軽に姫って呼んでくださいね。姫ってな、一応未だキャラは作り続けているようだ。釘を刺すけど余計なことを言うなよ。絶対だぞ、絶対だからな。余計なことって、同じ家で暮らしてるとか、キスとか。おい、だから言うなこのバカ。え、今なんて。危ねえ。よく聞こえなかったんだけど。危ねえ。ちょっとちょっとな、マジで心臓に悪いよね、ほんと。いいから気にすんな。それと宇野花、絶対だからな。分かっておるとも。その笑みが信用できねえ。やっぱり仲良さそうだね、二人とも。かなり仲がいいというか、まあその秘密を共有してるんでね。というか、その弁当箱、春の弁当じゃないの？なんで春の弁当箱を持ってるの？なんでだろうね。なんでだろうね。さすが幼なじみ、余計なことに気づきやがって。私がお弁当を忘れちゃったから自分のを食べていいってくれたの、優しいですよね。お、なんか対応してくれた。別に深い意味はないからな、深読みするなよ。普通転校してきた初日に弁当をあげたりする？うん、普通はしない。普通はそんなのあんまりしないかな。まあでも困ってたら、頼ってきたらまあするかもしれないけどね。いや、普通はあげないし、受け取る方も受け取れないと思うけど。やっぱり二人は知り合い？知り合いってことにしとこうぜ。きっと席が隣同士になった偶然がもたらした優しさだと思います。おう、あなた偶然って言葉の意味知ってますか？本当だな。ふーん、にしても春がね。うるさいな、どうでもいいだろ。それじゃあな。お、あー、千歳くんが逃げ出した。飯食わないといけないからな。徳佐の言葉を無視するように教室を後にする。さらに金をもらいに行かないと。せちがねえな。お、なんだこれは。なんじゃこれは。あ、そしてこれはこれ例のね、あ、待って、生徒会長、あれ生徒会長も攻略対象？あ、すげえすげえすげえ、何これ。すげえ。では先生、あ、先生も攻略対象だ。あ、もうこれで攻略対象全部わかったじゃんこれ。やば、すげえわかりやすい。あー、なるほどね。階段ってかさ、階段、どっちも階段だけど大丈夫これ。なんかバッタリ会っちゃうとかない？この人あれだよね、例のまだ出てきてないヒロインだよね。どうしよっか。まあちょっと今回ここまでにして、ちょ、次回さ、こっからあれだな、こっからのシーンから始めようか。うん、でまあとりあえず、まあ、誰から行こうかな。そのね、まあいろいろと悩んでるんですけど、このさ、シンボル選択肢だったらさ、別に誰から行ってもいいんでしょ。だってメインヒロインからじゃなくてもいいわけでしょ。あー、てかさ、もしさ、なんかこの人から行った方がいいよみたいなさ、そういうアドバイスあったらなんか教えてください。シナリオ的にこの人から行かないと、てかこの人は行っちゃうとちょっと後回しにした方がいいよみたいな、この人行っちゃうとちょっといろいろとなんかネタバレになっちゃうからみたいな、うん、なんかこの人行っちゃうともう全ての謎が分かってしまうみたいな。ね、なんかそういう感じだとちょっとまずいかなと思うんですけど、まあ多分宇野花さんはちょっとまずいと思うんだけど、うん、まあ一番行きたいんだけどね。一番行きたいんだけど、まあちょっとまずいと思うから、まあなんかあれっすね、この人はダメみたいなのあったら教えてください。はい、まあこの人がいいよはちょっとまあ俺のさじ加減になっちゃうけども、まあ逆にこの人がちょっとやめといた方がいいよみたいなのがあったら教えてください。はい、ということで、てかこんな学校なんだね。こんな学校なんだね。こことかちょっと気になっちゃうんだけど俺。こことかちょっとね、何かここで一シーンあるかなみたいなね。いや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 、なるほどなるほど。でも結構でかいな。てかちゃんとね、こうグラウンドもあって、この野球場みたいなのもあるみたいなね。これ結構でかくない？テニスもあるしね。
相当でかいんじゃないのここ。はい、ということで、まあ、敷地だけはでかいみたいなね感じでしょうね。うん、まあそんな感じで、まあ次回ね、選択肢シーンからなんですけれども、まあとりあえずね、まあ最初に俺言っとくんだけどさ、一番俺気になってんの先生なんだよね先生一番気になってんだよね。うん、だからさ、先生行きたいなって気分満々なんだけど、どうすればいいのかなとね。このあの生徒会長も気になるしね、この子も気になるんだけど、先生がねやっぱね、この下り顔もそうだしさ、やっぱねこう大人の女性でこうなんていうのかな、可愛い大人の女性ってね、なんかね好きなんですよねお姉ちゃん系というか、うん、結構好きなんで、まあまあちょっとね、うん、まあそこら辺はまあ皆さんちょっと皆さんのちょっと、うん、コメントとかいろいろと参考にしつつ選んでいきたいなと思います。はい、ということでじゃあ以上です。ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ、ちょっと今回ね短いけどすいませんね、なので次回以降お楽しみにしていただければなと思います。それではバイバイ、ありがとう、お疲れ。